じゃあね、なんか一言まだあります？そうですね、あの会場にさっき朝倉未来があのいるのを見かけたんですけど、あの今日バファリンを忘れずに飲んでください。皆さん、斉藤選手との試合最高に盛り上げます。お楽しみに。もう一つフェザー級で組みたいカードがあります。牛久前チャンピオン VS 朝倉未来。このカードも来年の春やっちゃいます。